なで作るけん広島広島県。広島県の森林面積は県の面積の何パーセントを占めていると思いますか？ 30%？ 50%？ 実は正解は 72% なんです。これは全国でも10番目の広さ。けれど今その森が泣いています。山村の過疎化や高齢化、木材価格の低迷で手入れがされないまま放置された森林が増加しています。広島県は平野が少なく地質も脆いと言われています。土砂災害から私たちの暮らしを守るために必要なのが森林の整備なのです。そしてこの森林の整備に私たちが納めている広島の森づくり県民税が活用されています。森林には災害を防ぐほかに空気をきれいにする、水を蓄える、動物を養う、きれいな水を生み出す、そして人に安らぎを与える機能もあります。さらに皆さんよくご存知の広島の牡蠣、この牡蠣が美味しいのも森があるからなんですよ。豊かな森林は落ち葉が分解されてできたスポンジ状の層に雨水を蓄え、窒素やミネラルなどを補いながら良質な水を生成し、時間をかけて海へ流れます。それが牡蠣の美味しさにもつながっているのです。私たちの知らないところでとても密接に関わっている森、その森を泣かさないために広島の森づくり事業が県内各地で行われているんです。こちらはとある人工林、ちょうど今森林の間伐の真っ最中です。今この人工林を間伐中なんですが、間伐って具体的にはどういうことをするんですか？木の本数を減らすんですよ。今生きている木の成長を妨げる木、今回の雪で折れてしまう木とか切っちゃうんですよ。木を育てる感じですね、一本の木を、まともな木を。でこの間伐をすることで森林はどうなるんですか？切ってやると隣の木を傷めることもないし、で、まあ、ましては草が生えることがいいんですよね。日が当たって雨が降った場合がありますよね、直接泥に雨が当たるより草へ当たった方が泥が流れにくいでしょ。じゃあもう森が強くなって土砂災害も、防げると、ということなんですね、人の手が入らなくなった人工林は林の中に光が届かなくなり、地表の植物が枯れてしまい、森林の持つ機能が低下します。でも出入れをすると、皆さん見てください、森が明るくなりました。こうやって日の光が当たるようになることで森が元気になるんですよ。県民共有の財産である森林を守り育てる、県民参加の森づくりは確実に進められています。皆さんが納められた広島の森づくり県民税はこのような活動を通して広島の森づくりに役立っています。広島県からのお知らせです。平成25年3月卒業予定の大学生などを対象に、広島、岡山の企業およそ100社が参加する合同企業説明会を開催します。学生の皆様、ぜひご来場ください。働きたい女性を支援するための就業相談コーナーを開設しています。就職活動の仕方がわからないなどの不安をお持ちの方、相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。広島未来チャレンジ推進中。頑張れ広島県。